オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間がやってまいりました。作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。皆さん、今日はですね、呪いの怪談、タブー怪談について皆さんと勉強していきたいと思います。今日お話しする話は全て実話なんですよ。ですからね、これ注意しておいてもらわないと本当に呪いがかかるかもしれません。では早速授業を始めましょう。これは僕がやってるアトラスラジオという YouTube の番組に寄せられた岡山県に住んでる方の投稿だったんですが、彼女がですね、付き合っていた旦那さんがですね、北海道出身だったんですね。北海道のアイヌの聖地の近くに住んでたらしいんですね。それでアイヌの聖地に行ってバカ騒ぎをしてしまった。それ以来ですね、旦那さんの実家の方で奇妙なことが起こるようになったんですよ。ポルターガイスト現象とか声が聞こえたり、さまざまな壮霊現象というのが起こるようになってしまった。それであるお坊さんに頼んで、まあその霊的なものを沈めてもらった。でその時お坊さんにこう言われたそうです。もうこの話はしちゃダメだよと。したらまた奴らが来るからね、実際にしてはダメだよと言われたんですね。それから何年か経って、まあその現在の奥さんと出会うわけですが、その奥さん、心霊現象が非常に好きで、怖い話が好きだった。気を引こうと思って、自分の実体験をするわけですよ。アイヌの聖地で悪ふざけをやった。ボール遊びで悪ふざけをやったんです。そしたら、実家の方に毎晩毎晩騒がしい霊たちが現れるようになったんです。へえ、それすごいわね。まあそう言って奥さんは食いついたわけですね。それで二人の交際が始まったんですが、騒がしい幽霊の話をすると奥さんが喜ぶもんだから、あれほど大さに止められていたやばい話を何度も何度も求められるまましちゃったんですね。そうこうしてるうちにご主人亡くなっちゃったんですよ。結婚して数年で亡くなってしまった。それで奥さんが僕のアトラスラジオのファンで投稿してきた時に、いやー、うちの主人が生前こんな例の話をしてたんですよ。私がね、聞いた話によると、そう言って奥さんが話をしてくれたんですが、奥さんその話をするたんびに心臓が痛くなるらしいですね。すればするほど心臓がキューッと痛くなる。この話はしちゃいけないんだなと思ったんですが、することによって亡くなったご主人の供養につながるんじゃないかと思って、つい僕にしちゃったんですね。僕は言いました。これやばいですよ。ラジオで喋っちゃったらやばいですよ。真言宗のお坊さん紹介しますから、すぐ相談に乗ってくださいと去年僕が申し上げたんですね。そしたらその方、その後相談に行ってないみたいですね。僕は真言宗のお坊さんに電話しました。そしたらお坊さんこんなこと言ってたんですよ。山口さん、山口さん、分かったよ分かったよ分かったよ、霊が来てることは分かったけど、この人多分私のところに相談には来ないよ。だってもうすでに取り憑かれてるからね、ってな話をしてたんですね。あと僕が実際に体験した話でね、雪女のたたりというのがあるんですね。これはすごい気持ちの悪い話でね、雪女のことを口にしたり文章にしたり調べ回ったりした人間は死ぬという話があるんです。かの有名な小泉八雲、彼は傑作雪女を書き終わって数ヶ月後に亡くなってるんですね。また彼に雪女の話を教えた使用人宗八さん、雪女の作品が発表されてから数ヶ月後、相模原で変死体で発見されるんですね。2000年代に入って雪女で町おこしをしようよという話になったんです。青梅市から依頼を受けて僕が調査に当たりました。いろんなメンバーいましたね。地元の郷土史家、地元の作家さん、その中に
先生っていたんですよ。非常に妖怪に詳しい方でね、仲良かったんですが、雪女のことを詳しく調べたんです。雪女っていうのは実は行く女なんだよね。あっちの世界行ってしまう女だから雪女って言うんだよねとか、まあ、様々な話を調べていた。そしてある時僕にこんなメッセージを残してくれたんですよ。山口さん、雪女のすごい秘密分かっちゃった、今度教えてあげるね。それから数ヶ月後、布団の中で冷たくなってたんですよ。まだ70歳だったのに亡くなってたんですね。雪女をいじる人間は早く亡くなってしまう。思い出してください。雪女は言いましたよね。雪女のお話の中で美濃吉に、私のことを喋ったお前の命はないよ。雪女のことを喋る、それはある秘密について喋ってしまうと死を意味してるんではないのか、そんな気がするんですね。これは僕が実際に体験した話です。だから僕はこれ以上雪女を喋るのはやめようと思いましたね。知ってしまったらいけない最後の秘密がそこに隠されているような気がするんですよね。実害系都市伝説というのはですね、まあ頻繁に語られるわけですね。例えば鹿島さんとかね、鹿島さんの話を聞いた者のところには鹿島さんがやってくるよとか、あるいはですね、お菊ちゃんメールってのがあります。お菊ちゃんという話を聞いたらお菊ちゃんが手首を切りにやってくるとかね、あるいはさっちゃん、さっちゃんには実は幻の歌詞があった、さっちゃんがバナナが食べれないのは理由があった、その話を知ってしまったら枕元にさっちゃんがやってくるよ、これなんかも有名な話ですね。結局チェーンメールの一種みたいな、チェーンメールという呪いを広げないとその呪いが自分に降りかかる、自分に降りかかることは阻止したいがために他人に不幸を撒き散らす、非常によくできた仕組みですね。それでこれはですね、創作ホラーにも見られる傾向が強いですね。まあ近年の作品においていくつかありますね。例えば残影とかね、呪怨とかね、リングとかね、まあいずれも呪いを撒き散らす、触りを撒き散らす、でそれはどん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 拡散していってウイルスのように伝播するものである。呪いが伝染していくっていうのは日本人に強く見られる傾向ですね。他の国にはあまりない傾向です。まあ青梅とかね、まあこのアイヌの話は実話なんですね。実際にあった話なんですけども、呪いを破る方法は2つあるんですね。一つは呪いを四方八方に拡散して薄くすること。何の何兵衛さんへ呪いっていうのが、何の何兵衛さんの名札が取れちゃった場合、むやみやたらに呪いが拡散していった場合は都市伝説になって、呪いの一方通行が四方八方に広がって薄くなっちゃうんですよ。つまり都市伝説が広がっていくにつれて話がですね、簡素化していき、そして呪いのパワーが落ちていくわけですね。まあ今となってはですね、この鹿島さんとかですね、こういった話をね真剣に信じる人はいないと思うんですけど、怪談そのものが人間の精神に負担をかけるものなんですね。だからもともとは負担が生まれて、負担と同時に怪異が心の中で生じてしまった。まあだからある意味話っていうのは語られることによって消化していく、浄化していく、そんな気がしますよね。でもう一つは、呪われている人が呪われていることを一方的に無視すること。呪いというのはですね、お前呪われてるよって、呪われてる人に知らしめるところにポイントがあるんですね。ああ俺呪われてるわって、そう思うことによって強力に呪いが成立する。呪われてる人が、わあ俺呪われてるって思わないと呪いが成立しないんですよ。つまり呪いは一方通行じゃダメなんです。お互いにキャッチボールじゃないとダメだから、呪いの藁人形という分かりやすい方法で人は呪うんですよ。あ、俺の名前書いてる藁人形を撃たれていた、俺呪われてるんだと思うわけですね。そうなると呪いが成立する。逆に呪われてると思われる人がですね、
呪われてることを一切知らなかったら呪いは成立しないんですよ。いくら呪っても呪われてる相手が知らなかったら、これは呪いが成立しないで、そこで終わりを解けることになるんですね。そうですね、まあ、4月ということもありまして、皆さん新生活を始められている方も多いんじゃないかなと思います。まあ、新しい学生生活、新しい社会人生活、まあ、そんな中でね、ああ自分はダメだなとかね、ああ自分の仕事うまくいかないなとかね、いろいろ悩むことがあると思います。でもね、もうすでにそれは呪いにかかってるんですよ。こう抱え込んじゃって、心の中に負担が大きくなっていくと、それがいつしか自分自身に呪いがかかる原因になるんじゃないですか。このままだとね、これ呪いに負けちゃうかもしれません。負けちゃいけないんですよ。負けちゃいけないからこそ吐き出してください。皆さん、ぜひコメント欄に初心表明というかね、私はこれを頑張りますって書いてください。俺は仕事を頑張るぞとか、俺は学生生活頑張るぞとか、新生活に向けて頑張るぞっていう意思表明をしてください。書くことによってあなたにかかってる呪いは消化されます。だから皆さんね、自分自身にかけてしまったマイナスの呪いを解くために、コメント欄をうまく使っていただければと思っておりますね。それではまた次回の授業でお会いしましょう。オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間がやってまいりました。作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。今日はですね、まあ、聞くだけで触りがあるという恐ろしい怪談について話をしてみたいと思います。田中川千之助のたたり、牛の首とかですね、鮫島事件とか、さまざまなタブー怪談について話をしてみたいと思っております。一体なんでこんな恐ろしい怪談が生まれたんでしょうかね。それでは早速授業の方に参りましょう。タブー系怪談の大きな特徴としてはね、あまりにも怖すぎて語れない話、語ることによって不吉なことが起こる話、名前は知ってるけど中身は詳しく知らないとかね、まあ一部の人間は知ってるけども、まあそのストーリー自体を知ってる者はあまりいないと、そういう設定になっていることが多いですね。こういう話っていうのは明治以降にね、増えてる形跡があります。最近だと掲示板とかでね、鮫島事件とか牛の首とかありますけど、そのタブー怪談の最も有名な例といいますと、田中川千之助の最後という話がありますね。まあこれ画材屋が、まあ、かつて都内にありまして、そこで怪談会が開かれたんですね。まあ、文化人とか歌舞伎役者とか当時そうそうたるメンバーが参加したんですが、一人の男がやってきた。ここで怪談があるっていうのでちょっと来たんですけど、私にも話をさせてもらってもいいですか。あ、いいですけど、どんな話があるんですか。いやね、田中川千之助の最後について語ると不吉なことがあると言うんですよ。もう知ってる者もいなくなりましてね、私ぐらいしかいなくなっちゃったんですよね。その話を皆さんに差し上げようかなと思って。あ、いいですね。まあてな感じで話が始まったわけですね。すると中には不気味な話をするんで、やめとけよそんな話なんていう意見もあったんですけど、面白いじゃねえか、その不吉な話ってのを語ってもらおうじゃないかなんて話になりまして、会談が始まったわけです。文明開化の世と言いますけども、皆様は田中勝之助の最後を知っておりますか。よっ、待ってましたって感じが始まるわけです。そうするとしばらくするとまた話が戻っちゃう。文明開化の世と言いますけど、皆様は田中川千之助の最後は知っておりますか。なんだ、随分もったいぶる話だなと思って皆さん聞いてたんですけど、いつまでたっても話が進まない。すぐ文明開化に戻っちゃう。そのうち皆さん2階から降りてきて下でタバコ吸ったりしてた。あいつまだ文明開化どうのこうの言ってるよって、ずっと同じ話をしてるんだよ、困ったもんだなって。そうしてると騒ぎが大きくなった。行ってみると
男が机にうっぷしてそのまま昏倒してるんですね。そのまま亡くなっちゃったそうなんです。この話新聞に載ってるんですよね。当時の新聞記事に載ってる。で、当時ではまだ珍しかった自動車で運ばれてるんですよ、そのガザ屋から。実際にあった事件なんです。田中川千之助、まあ、爆発に詳しい人ならともかくあまり馴染みのある名前じゃないですよね。彼はですね、尊王攘夷の志士だったんですね。それで明治天皇が天皇に即位する前の教育係でもあったと言われてますね。それで、まあ、彼自身がですね、薩摩藩の寺田屋事件に関係してまして、それで薩摩に送られる船の中で息子と一緒に惨殺されてしまった、まあ、そういった事件があったんですね。どちらかというと悲劇の志士といったイメージが多いんですが、田中川千之助は生かしておくと面倒だから殺してしまえと大久保利通が指示を出したんではないかというふうに言われてますね。ただ田中川千之助が死んだ後ですね、薩摩藩の志士のほとんどが死んでるんですね。大久保利通自身も死んでる、西郷隆盛も死んでる、村田新八も死んでる、ほとんどの薩摩の志士というのが死んでるんですね。だから人々はそういうことからも田中川千之助のたたりというのを連想した可能性は十分にあると思いますね。田中川千之助の話随分僕は好きで、よく車を運転しながら女房にしてたらですね、突然フロントガラスにものすごい鉄砲水が飛んできて前が見えなくなったんです。で、かみさんが悲鳴上げて、もう二度と田中川千之助の話はしないで、あの人の話をすると何か妙なことがあるわって言ったんですね。そんなことあるわけないじゃないかって僕思ったんですが、もうその時は僕は知らなかったんですよ。かみさんは広島の人だと思ってたんです。かみさんのおじいちゃん広島の人で、かみさんは福岡生まれの人。ところがですね、広島に来たのは明治の最初の頃で、もともとはかみさんの一族は薩摩藩士だったんです。田中川千之助を惨殺した側の人間だったんですね。まあそれ以来僕はかみさんの前で田中千之助の話はしなくなりましたよ。でも思ったより闇が深いのが田中千之助の話なんじゃないのかな。日本の幽霊という名著があるんですけど、池田弥三郎さん、この方のですね、まあ、本をいろいろ読んでいきますと、同じ話を何度も繰り返していたっていう部分は明らかに脳に障害が起きてるんですね。トラブルが起きてる。現代人の我々で例えば会社の上司が同じ話を何回もしてると危ないなと思いますよね。まあ、当時ずっと同じ話しててもなんだか変だなって、その程度にしか考えてなかった。つまりあの男は最初から脳の機能障害の症状を見せてたわけです。だから同じ話を何度も何度も繰り返す、同じ部分を繰り返すのはたたりでも何でもなくて単なる脳の障害ではないですかね。まあ、あと政治的な理由もありますね。明治天皇の教育係であるならば、明治天皇が田中千之助最近会ってないけどあいつどうしてるかななんて言った時にですね、まさか船の中で刺し殺しましたなんて言えたもんじゃないですよ。あなたの教育係殺しましたよなんて。だから田中川千之助の話はするなというふうになっていったんではないのかなと僕は思うんですよね。薩摩藩の有力な志士たちが明治以降ことごとく死んでしまったという事実と、明治天皇の養育係だったという部分、そして会談を語った人物の脳障害、3つの条件が重なって田中川千之助のたたりという類まれな語ってはいけない会談というのが成立したんではないですかね。では他にどんな会談があるか、まあ、有名なものだと鮫島事件。これ鮫島事件ってのはこれ2チャンネルで始まったネタみたいなもんですかね。昨年映画になりましたですね、新鮫島事件の元ネタになった、まあ、一つのネタスレっていうんですかね。いやー鮫島事件の時はひどかった、ああ鮫島事件ね、あれはひどかったねなんて言って初心者を釣るっていうことをずいぶんやってましたね。
知らない人が「鮫島って何？何？」って「いやいやちょっとは語れないんだよね」って、まあ、実際事実鮫島事件は内容もクソもないんですが、そう言って初心者をからかうための道具として鮫島事件が使われたっていうのはありますね。それからもう一つあったのが牛の首という有名な話がありますね。まあこれなんかもね、牛の首という恐ろしい話があった。でも牛の首の話を語ると不吉なことが起こるので誰も語れない、まあこういう話なんですけどね。実質その正体に関してはいろんな説があるんですけど、飢饉で苦しんでる村々で、まあ、人間を食っていたと。でくじ引きで負けた人間が食われるんですけど、人間を食うとやっぱり罪の意識が芽生えてしまうので、牛の首をかぶせてその後撲殺して人肉を食らったっていう話があるとかね。バスの中で先生が牛の首の話をしたら運転手と生徒たちの顔色が変わったと。教師がですね、まるで取り憑かれたかのように牛の首の話をする。まあ子供たちは泡吹いて失神してるし、運転手も真っ青な顔して車を急ブレーキかけた。まあそんな状態になってしまったわけですね。それ以来怖くて誰も語れなくなってしまったとかね、さまざまな説が流れてますね。このようにですね、不完全な情報っていうのは逆にイマジネーションを湧き立ててどんどん拡散していくものなんですよね。エヴァンゲリオンが売れたのは情報が不完全だから売れたんですよね。不完全なものを埋めるためにいろいろ連想して考えていく、不完全がゆえの完全さというものがこの話のベースなんじゃないかなと僕は思いますね。まあそれによって人々がすごいファンタジーを感じて、田中八郎助のベースになる歴史的事実がある、牛の首の全くの創作話がある、でも田中八郎助の事件に見れるように多少の事実もある、これが妙なコントラストを作り出してリアリティを作り出して話として浄化していく、いやだから非常に巧妙な話ですよね。いやこのタブー怪談っていうのはですね、結局ネタはネタとしてフェイクはフェイクとして楽しむ心の余裕みたいなものが求められてるんじゃないですかね。まあこれはあくまでネタですよと。ところがね、いつしかそのネタ話に取り込まれて何か真相がそこにあるんじゃないか、本当の話はそうなんじゃないかと思い込んでしまう危うさ、多文怪談にはね、そういうね危うさがあるんじゃないですかね。今フェイクニュースとかね SNS で広がってますけど ねアメリカ大統領選挙とかいろんな情報が流れてますよ。でそこでね、明らかにフェイクだと思われる情報も信じてしまう人がいるんですね。信じてしまうことによって大きな間違いができてしまう、これは非常に危険性を表していると思いますね。いい怪談との距離感を持ちながら都市伝説は都市伝説として楽しむ余裕、まあそういったものをですね、タブー怪談は僕らに訴えかけてきてるんじゃないですかね。ネタはネタ、エンタメはエンタメ、いつしかネタとかエンタメに取り込まれて自分自身がタブーにならないように気をつけてもらいたいですね。それでは次回の授業でお会いしましょう。オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間がやってまいりました。こんばんは、作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。今日はですね、ネットで有名な怪談小鳥箱について考察をしてみたいと思いますね。皆さん小鳥箱知っておりますか？この授業を受ければ小鳥箱をより深く知ってより深く理解できるんではないですかね。では早速授業に入っていきましょう。最初にですね、小鳥箱について読んだことがないよっていう人はですね、読んでみてからこの授業を受けてください。そうしないとピンとこないかもしれません。まあこれは創作だというふうに言われてます。僕自身も創作だと思ってますけども、かなりえぐい内容がありますんで、あらかじめこれは言明しておきますけども、幕末から明治にかけての倫理観道徳観でなされていたと言われるものなんです。
まあね、あの複雑な作りの構造の木製の箱の中にですね、メスの家畜の血で満たす。で1週間経った後それを封印した。そこにバビータ子供の一部を入れる。子供の指ですね、指を1本入れとくと、まあ、それが小鳥箱の作り方だったんですけど、これがちょっと気になりますよね。1週間というのが生理のスパンと似てませんか。経血を入れることによって、満たすことによって一つの巨大な子宮になる。つまり小鳥箱っていうのは、ね、人間が作った擬似的子宮だったんではないか。擬似的な胎盤ではなかったのかな。そんな気がしますね。女性の陰部っていうのは、あの無から有を生み出すように予備の国につながっているという考え方があったんですね。まあそういう解釈がありましたんで、実際子供が普通は生まれるんですけど、永遠に生まれることがないんですよね。で胎盤で育成していたのが本来子宝だったのが、子宝ではなくてもっと違う、もっと属性的な宝だったんではないかな。怨念は増幅されて、怨念はどんどん培養されていきますけど、永遠に生まれない子供、これは恐ろしいことですね。まあこれが小鳥箱という呪具、呪い装置をパワーアップしていた理由だとしたら、これは恐ろしいことではないですかね。まあ小鳥箱の呪いの対象というのはですね、子供と女性に限られるんですね。これにはね、いくつか理由が考えられますね。まあ子供と女性というのがですね、立場的に弱いものであった、人権が当時なかったということも理由として挙げられると思いますね。7歳までの子供は神のうちと言いまして、いなくなっても神のもとへ帰ったんだというふうな解釈をされてたんですね。だから死んでも構わないというようにされていたと。それが幕末とか明治の考え方ですよね。実際日本においてはですね、あの子供をそういう使い方するっていうことは昔からよくあったんですね。あの座敷わらしの術だって実は密教系の技であるんですね。いくつか呪法が残ってるんですが、子供を殺して子供をバビいて、それを土間の下に埋めて、その力を使って霊的なものを集めてくる、富を集める、そういう呪法があったんです。でそういう呪法はですね、東南アジア全域に広がってまして、トヨールという瓶詰めの赤ちゃんを使って富を集める方法などもあったんですね。まあ実際トヨールとかクマラとか、さまざまな呪法が日本から東南アジアにかけてあったと。子供と女というふうに限定した方が分かりやすかった、意外とこういう理由かもしれないですね。実際あの子供と女性だけにかかる呪いというのは、僕は民族学データで見たんですけど、ないですね。呪いは万遍なく誰でもかかりますよ。だからそういった意味でも小鳥箱っていうのは非常にある意味現代人の僕らが考えやすい当時の呪具、呪法ではないのかなと。当時の価値観で作った呪法だったら、僕は女子供限定というやり方にはならなかったのではないのかなと思いますね。むしろ僕だったら男の方に呪いがかかるっていうふうに作りますね。その方が当時としては本当に呪いが発動するんだと思います。だから指というのは、ね、契約という意味があるんですよね。実際指っていうのはですね、指切り玄魔、嘘ついたら針千本、ノーマス指切ったってありますね。ヤクザの人がね、不始末をしたらこれをお納めくださいと言って指を納める。昔の遊女なんかは好きな男のために指を送るってことをやってたんですよ。ある若旦那が、遊女から何か贈り物来ましたねって開けてみると指だったんです。よく言いますよね、今の現代人の僕らでも、お前の彼女じゃないのかって、こういう仕草あります。これ指、お前の恋人じゃないのか。またこれ魔界伝承のワンシーンと被りますね。山田風太郎先生が書いた魔界伝承、指をね入れるんですよ、女性の陰部に。でそれが成長して魔界から魔界衆となって蘇ってくる、そのストーリーともリンクしますね。
犠牲になった子どもの数によってですね、小鳥箱の威力が違ってくる。まあ1人が犠牲になった場合は1歩、2人が犠牲になった場合は2歩、3人が犠牲になった場合は3歩。最も呪いが強いと言われたのが8人の子供を使った八戒という最強モードの呪いの塾が出来上がるんですよ。8人の子供、これで連想することはありませんかね。8人の王子、八王子、八王子というのはね、佐野尊の8人の王子から生まれてるんですよ。帝都を守るために八王子に佐野の8人の息子を配置した。佐野といえば朝鮮から渡来した神ですよね。8人の王子を伴って佐野が朝鮮半島から日本に渡来した。つまり佐野の尊由来の呪法ではなかったんではないかな、僕はそんな風に推理してるんですけど。で、まあ島根県でこの呪法が行われていたと。でこの呪法を使うことによって富を得ることがあったというふうに言われております。それでまあこれ自身がですね、農民の起き騒動の原因となったんではないかという説があります。実際にあった事件とうまくブレンドしてる、実際にあった事件をうまく取り込んでる、なかなか秀逸な創作だなと思うんですけど、起き事件と関係あるんじゃないかなっていうふうに言われてますね。そうですね、小鳥箱っていうのはですね、さまざまなタブーとかですね、さまざまな差別意識とかですね、さまざまな禁忌とかですね、そういったものを巧妙に混ぜ合わせて作った現代の都市伝説ではないのかなと思われます。非常によくできてますね。箱というのがね、うまかったですね。箱っていうだけでなんか秘密って感じがするじゃないですか。まあその箱というのと、そこに女、子供、経血、このあたりの組み合わせ方が見事なブレンドではなかったのかなと。小鳥箱はね、いろんな秘密が隠れてますよ。隠されてる。小鳥箱そのものにオカルト好きをね、本当のオカルトものにしてくれる何か共通一時みたいな感じがしますね。鍛えてくれる感じがします。オカルトっていうのは隠されたものなんですね。つまり小鳥箱そのものがオカルトではなかったのかな、隠されたものではなかったのかな、そんな気がするんですね。だから小鳥箱を考えることはオカルトを考えることではなかったんですかね。僕はそんな気がしてしょうがないんですね。それでは次回の授業でお会いしましょう。